はいい <laughs> 紹介ありがとうございますす、えー、伝研の有田で,すで前の話でもすでに DDBJ の紹介が、えー、していただいているんですけれどもえ今日もう少し DDBJ の歴史について紹介したいと思います。まずですね生命データの特徴なんですけれども生命科学のデータっていうのは、まあ、このオープンサイエンスとかオープンアクセスと言われる中の他のデータと大きく違う特徴があると自分では思っています。 それはあの我々が生物を見て面白いと思ったりとか、その時代その時代で観測できる測定できるものをデータベースに入れているためにですね、そのフォーマットであるとかその内容がどんどん時代とともに変わっていくという部分です。例えば、まあ一番 DNA の配列っていうのは皆さん4文字 ATGC で書かれているっていうことをご存知だと思いますけれども、この ATGC っていうのも当時の技術で ATGC が かかけけるるら ATGC になっているわけで今最近皆さんメチル化メチル化といってどの部分が個々人でメチル化違うかっていう研究をしてますけれどもそのメチル化シトシンというのは構造の点からいうとチミンがこの形シトシンがこの形チミンとシトシンではここのメチル基が抜けてで酸素と窒素が入れ替わっているっていうところが違うんですけれどもそのちょうど中間にあるのがメチル化シトシンなわけです。 ですもともとこのメチル化したヒトシンというのがもしもシークエンサーできちんと読めていればもしかしたらは文文字字言わなないいで5文字だったかもしれないで人ごとによって全然メチル化の状況が違うので人のゲノムはバラバララだいいうふうふに思ってたかもしれないわけですよでこういった事実というのは今後もどんどん出てくる可能性はありましてで僕自身はもともとメタボロームっていう分野からこのバイオに入ってきてるんですけれどもメタボロームでは化合物の名前をどう記載するかというところは非常に大問題です。 特に質量分析系で見る場合は重さしか分かりませんからそこでまあ書きたい人は自分はこの化合物に違いないっていう先入観で例えば立体異性まで指定した化合物名を勝手に書いてくるわけですけれどもそれは本当にそうかどうかっていうのは全然わからないというのが実態なわけです。だからそ,こそういった名前の統一を含めてですねどういうふうに記載するかっていうのは時代とともに技術とともに変わっていくというのが生命データの特徴です。 DDBJ というのは先ほども30年以上続いているというふうに非常にポジティブに言っていただいたんですけれども正直言って不もともとですね DDBJ っていうのは1980年代にヨーロッパのエンブル今はあのヨーロピアンモレキュラーバイオロジー・ラボラトリーというのがエンブルの正式名称ですから研究所の名前がエンブルなんですけれどもそこで始まったデータベースのことをエンブルデータベースエンブルデータベースっていう名前で あのつ作り82年にアメリカのジェインバンクとヨーロッパで一緒にやりましょうっていったときにですねここでやはり日本もあのきちんとデータベースを作った方がいいんじゃないかっていうことでわざわざそのアメリカの方で今の,あのケッグの金久先生たちが働きかけをそのジェインバンク側に行って日本の,その当時の文科省ですねえ <laughs> あ文部,文部省か。 文部当時は文部省の人とかに日本も参加をするべきだっていう外からの外圧っていう形で働きかけをしてくれたわけです。でそこで立ち上がったのがこの DNA データバンク運営委員会というもので、えー、その委員長になったのは当時の生物、えー、化学ですね生化学で科研、えー、費とかでかなり トップの方にいた内田先生という方と東大の教授の方とそれから京大の方では大井先生という方が中心になってこの運営委員会というのを始めたわけです。で内田先生というのは集まったデータを利用者へ提供する配る係で大井先生の方が入力する係だったわけです。で当時はですね当たり前ですけれども研究者が自動的にデータをサブミットなんかしてくれないわけです。 ですからパブリッシュされた論文をわざわざ人を雇って手入力で入力して一生懸命集めるっていう作業をやっていたわけで当然ながら研究者の人からするとそんなのは作業であって研究じゃないっていうふうに言われていたのが1980年代で80年代にじゃあ例えば日本でデータバンクや,りやるから文部省がお金をつけるからやってくれって依頼してもこの内田先生のところも大井先生のところも引き受けなかったわけですよ。 それで1984年に遺伝犬の丸山先生っていう方がもう自分がやるとしょうがないから遺伝犬でデータバンクをやりますといったところで DDBJ が始まったわけです。でその時も遺伝犬の内部では基本的にはみんな反対遺伝犬の,の集団遺伝学の階層のように言われている木村元っていうのは特に DDBJ の受け入れに対しては大反対をしたわけです。でそういった反対を押し切って一部の人が頑張って始めたのがこの DDBJ だということです。 でその DDBJ の最初の方にアメリカから宮沢三造さんという方をわざわざ呼んで,でその宮沢さんという方がかなり頑張ってフォーマットであるとか入力の方式であるとか全部定めて始まったのが DDBJ リリース1.0でこれが1987年、まあ、実際にデータバンク運営委員会が始まってから4年間の月が経ってるわけですけれども87年にスタートしたのでつい先日昨年ですね DDBJ は30周年という言われ方をしているわけです。 ただこの丸山先生は実はこのもうリリース1.0の後に多分健康も害されていたと思うんですが急性されてしまってその後大変な時代を迎えますところが世界では1990年代のちょっと前ぐらいにあのジェームズ・ワトソンがヒトゲノムは人類共通の財産だということでヒトゲノム計画をやろうやろうっていうふうにアメリカの議会を説得してでアメリカからまあ何千億円っていうそのお金を引き出す形でヒトゲノム計画が発足したわけです。 でそのヒトゲノム計画が発足した直後の1991年遺伝犬はもちろんそのヒトゲノム計画が進めばヒトゲノムのレポジトリを遺伝犬に作ってくださいというふうにこれは文科省から言われたわけですあ文部省ですね当時まだ文部省から言われるわけですところがここでもまた遺伝犬というのはヒトゲノムのデータベースなんかはやらないというふうに 今から考えると信じられないんですけれども文部省からのリクエストを断りますこれは教授会も断りましたし当時の遺伝系の所長も突っぱねるわけです。それで結局ヒトゲノム解析センターとといいううののののがが東京大学にでできたというのが日本のゲノムの歴史なわけですですからその当時もしも遺伝犬が「ヒトゲノムをきちんと DDBJ と合わせてやります」と言ってきちんと引き受けてスタッフもつけますと言ってやってくれていればですね今と全然違うその まあ勢力地図にもなるでしょうし日本のデータバンクというのももっとまともに働いていたはずなんです。でこの1990年の大騒動で遺伝研は DDBJ の予算を3年間ぐらいほとんど干されるということになって DDBJ は大変なあの時期があったらしいんですけれどもこの 大変な時期を超えた後に、ここの辺は僕は歴史いろいろ探っても分からなかったんですけれども、ニュークレックアシドリサーチとか、メジャーな大手の,の DNA 系のジャーナルのエディターの人たちがですね、国際的に連携をして、こういったレポジトリに、ヒトゲノム計画をやる以上、こういったレポジトリに皆さんが論文をパブリッシュする時は、デポジットしないと論文をリリースしないっていう取り組みを作ってくれたんですね。そこで研究者がみんなデフォルト そのレポレポジトリに入れるっていう監修ができたんです。この <coughs> 仕組みが本当にどうやって生まれたか？というのは、本当はまあジェンバンクとか、ddbj とかの当時の人たちがきちんとあの資料を取っといてくれていれば、もう少し明らかになったと思うんですけれども、ちょっと僕の調査能力では本当のこ。詳しいところまでは分かりませんでした。もしも中にあのご存知の方いたらどうしてそういうその仕組みが商業種と。 コラボレーションする形でできたのかっていうところはぜひ知りたいんですけれども、まあ、これがまあいわゆる DDBJ の歴史なわけです。で今紹介したように DDBJ って一言で言ってますけれども非常に多くの紆余曲折がありますしデータベースの数とか種類というのも,もう時代とともにどんどん大きく変化しているわけです。 当然ですけれども一番初めは手入力でいわゆるジェンバンクフォーマットって僕ら簡単に言いますけれどもフラットファイルのテキストファイルの形で手入力をしていたのが30年前ですで今でもこのフォーマットは生きていて現在でも同じ形で d d b g のリリースジェンバンクのリリースっていうのはなされますけれどもそのあとからあとからどんどんそのテクノロジーに合わせて新しい仕組みが新しいデータベースが出てくるわけです。 大昔はですねゲノムのリードがまともに読めなかったので ESTEST EST って僕が学生の頃は「エクスプレッション・シークエンス・タグ」って言ってたんですけれども本当に遺伝子のの一部だけをを読み取ったもいう形で一生懸命集めてたた時期がありましたですからその EST のデータベースである DBEST っていうのは1993年にできていますし遺伝子を読むとそのスプライシング・バリアントなどもたくさんあるのでちっとも読むことに遺伝子の配列が揃ってこないと。 で揃ってこない遺伝子の中でじゃあどれが本物なんだっていうことで遺伝子の名前を統一するためにユニジンっていうデータベースができたりですねそれからマイクロアレイが2000年頃からバッと出てくるのでマイクロアレイのデータベースとして GENEXPRESSIONOMNIVASGEO を作ろうとかマイクロアレイのアレイエクスプレスを作ろうとかそのデバイスとかその当時当時のテクノロジーに合わせてさまざまなデータベースを作ってきているわけです。 作らなきゃいけないデータベースの数というのは実は最近になって非常に増えています。それはどうしてかというと次世代シーケンサーが出てきたからなんですけれどもも2007年から2008年ぐらいを皮切りに、えー、人ゲノムのバリアントを、えー、入れなきゃいけないデータベース DbGaP とか d b b、えー r と、まあ、いうのが2007年や2008年にリリースされてきましたし。 次世代シーケンサーからの出力をの受け皿としてショートリードあすいません今シークエンスリードアーカイブですねシークエンスリードアーカイブっていうんですけど SRA っていうデータベースができていますしでこれらのデータベースをたくさん作ってくると生物のサンプルの調整であるとかそのどの生物を解析するかということに関してはその生物の部分は共通で どのプラットフォームで後解析するかがが違うっていうい状況が生じるわけですですすからそのサンプルの情報を各データベースのところから切り出して別に登録させましょうということになってで今はババイイオオサンププルとかバイオプロジェクトっていうデーータベースができているわけですですから今皆さんがデータを登録したい配列情報を登録したいと思ったらまずはあなたの研究プロジェクトっていうのをバイオプロジェクトに登録して ID を取ってくださいそれからあなたが使っているサンプルをバイオサンプルに登録してまず ID を取ってください でそれらの ID を用いて、えー、測定した欄ごとに、えー、それらのシーケンスの情報をこれらの各種データベースに入れてくださいというお願いになるわけです。でこのようにですね30年前と今と全く同じ DDBJ なりジェンバンクっという名前で呼ばれてはいますけれどもその中身というのは時代とともに非常に大きく変わってきていますし今はその目的に応じて大きい細分化が起きているというのが現状なわけです。 でこの次世代シーケンサーの影響というのは非常に大きくてデータサイズも爆発的に増えています。え従来の,そのシーケンサーも含めた従来型のもののデータの伸びというのはこの青い線の通りなんですけれども縦方向がデータサイズでこれ対数スケールを取っているので1 1 1で2007年,の、まあ、200年2008年ぐらい次世代シーケンサーが普及し始めた頃からこの次世代型のデータというのがボーンと上に伸びていて。 でこれらの伸びがですね、まあ、悲観的な見方をするとあと数年間で100ペタバイトぐらいにいってしまうかもしれないし、えーまあ、楽観的な見方をするとしばらくは10ペタバイトぐらいで収まってるかもしれないっていうそういう見,見通しになるんですけども、まあ、どちらにしてもペタバイトスケールになることは間違いないわけです。でこのののペタバイイトトスケーールっていうのは普通の、まあ、イーサーネット 1> を一本繋いだときに最近マックスが十ギガのケーブルがあるって言って皆さんお喜びしてますけれども実行のスピードとして十ギガなんか出るわけないわけです。でも実行スピードとして十ギガ転送できたとして一日の遅れる量がせいぜい百テラバイト。 これは本当にエラーがなくて送れるサイズとして100テラバイトぐらいしかないっていうことは3ペタ送るのに1ヶ月かかるということですですからこれぐらいのデータサイズになってくるとバックアップどころか交換どころかもう転送することも不可能になってくるというサイズになるわけです。DDBJ は基本的に今磁気テテープを何十テラか買って で使われるデータ以外は磁気テープの中に置きましょうという言い方をするわけですけれどもこれは今後世界的な情,あの情勢も見ながらうまくその磁気テープとディスクのバランスをとっていかなくてはいけない。でこれ,これらのすべての,その扱いそれからデータベースが細分化されればされるほどコストというものがどんどん上がっていきます。現在 NCBI EBI の NC のデーータベースと、e あのデータベースと日本を比較してみると大体三極連携ということでそれぞれ対応するものを作ってきてはいるんですけども今のところ全然その日本に対応するものがないのがヒトゲノムのバリエーションのデータベースでそれで統合バーというものができたんですけどもあの一番初めに話になった統合バリエーションというのは実はすでにデポジットされたゲノムのバリエーションを格納しているデータベースであって個々の研究者が自分でバリエーションを見つけたときにはそれを登録するレポジトリというのは日本にはまだないんです。 それは本当は日本がちゃんと作らなきゃいけないということで今のところ文科省にも作らせてくれっていうふうにリクエストを上げているんですけれどもこのように今のところ DDBJ はなかなか世界に比較すると窮地に立たされていてなかなか追いつけないというのが現状です。でこれらのまあ作業を全部行うには必ずコストがいるわけです。 DDBJ は年間10億円ざっくりって使っているんですけれども10億と聞くと僕も最初はすごく大きい額をどこに無駄遣いしているんだろうと思ったんですけれども、えー、と実はスパコンの機械に6.5億使っていてそれからそのスパコンの運用これ1年間止めるわけにいけませんから。 エラー障害が起きるたんびにスタッフがちゃんと常駐していてディスクを交換するなり障害をなくすってことをやってましてそれらの運用支援とそれからデータベース新しいものがどんどんできていますし古いデータベースを整理していかなきゃいけませんから開発を合わせて大体2億円それから受付一般の人からのサブミッションの受付もやらなきゃいけません受付というのは今のところ PhD 相当の人が10人いますしその下の 支援者の方が10人弱いますしそれからスパコンの担当者ということで外部から10人来てますからキュレーターだけでもまあ少なくとも人件費1億円はかかっているわけです。 でこれで INCDC っていう三極連携のデータをざっくり言って4ペタバイトをマネージしていてスパコンは一般公開してますので全国120機関から毎年毎年800人ぐらいのユーザーが来るんですけども800人のユーザーの管理またはそれらのお世話をするということになってるわけです。ですから d d b j のようなデータベースを運用しようと思うと大雑把に言って1ペタ1億円ぐらいかかると考えておいたほうが良さそうだと。 でこれはじゃあ他の海外の研究機関を見てみるとどれぐらい違うのかというと EBI の運,用運営費というのが大体年間77億円これ NBDC の資料から取ってきた値なんですけども DDBG の予算が14.6億円ってどう考えても、どうしてこんなに多いんだろうと思うんです。けれども これはもしかしたらあの僕らの人件費も入っているのかなという気もしますけど、えー、人件費も含めても EBI は77億円そして NCBI の方は181億円あるわけですですからおそらくそのデータのサイズを考えてみても EBI や NCBI の方が我々 DDBJ よりもはるかに多くのサービスとはるかに多くのデータというのを管理してますからざっくり1億円、えー、1ペタ1億円というのは成り立つんじゃないかなと考えています。で これオープンサイエンスの会議なのでぜひそのオープンサイエンスを推進したいという人たちにそのコストをどうするんですかというところを聞きたいんですけれども大雑把に言うとコストっていうのは受益者負担にするかそれか国民負担にするかのどちらかなんですこの受益者負担か国民負担かっていうのは負担してもらう人の人数にまあよるもので0か1かっていう選択ではないんですけれども基本今までの価格というのは受益者負担だったわけです。DDBJ は、まあ 例外的に国からのサポートを得て全国民に公開という形にはなっていますけれども基本的には学術雑誌というのは雑誌社の方に読を雑誌を購読するとつまりその購読料っていうのは受益者負担の原則なわけです。で購読者が今まで大学の図書館がメインだったので大学はもともと税金で運営されてますから結局のところ税金ということにはなったんですけれども少なくとも大学図書館が間に 入ることによってですね、レベルの低い雑誌は排除するとか、うちの大学にいらない雑誌は排除するっていう形で何らかのフィルターが入っていたわけです。で、これが最近オープンアクセスのジャーナルというのが増えてくると、そのフィルターの機能がなくなります。研究者が公開したいところに勝手に論文を投稿して、アクセプトされたらどっか知らないウェブサイトに公開されるっていうのが今のオープンアクセスの現状なわけです。で、このオープンアクセスっていうのは。 まあものすごく流行っているわけですけれども本当に手放しでそれは国民にサイエンスが公開されるから喜んでいいのかというと僕自身は非常に懐疑的ですどうしてかというとやはり受益者負担ということで歯止めがかかっていたものに税金負担にすることによって歯止めがかからなくなるからなんですね例えば受益者負担のデータベースの例としてアーカイブというのがありますこれはオープンサイエンスの例としてもよく引き合いに出されますけれどもアーカイブというのはそもそもヘビーユーザーに対しては課金をし始めました ももととロス・アラモスの研究所で始まったプレプリントサーバーなんですけれどもコーネル代が引き受けてコーネル代がサービスしているでしかもタダでサービスしているみたいに言われるんですけどもコーネル代が実際出しているのは17万ドルだけでトータルのコストも実は1.5億円しかかかってない。 それは何でかというとアーカイブの論文数がまあせいぜい100万論文ぐらいしかないからなんですね。でこのサイズというのはパブメドに2,000万論文以上のアブストラクトが入っているとかそのデータサイズが4ペタであるということに比べるとはるかに規模の小さいサーバーですから非常に有名ではあっても我々からするとまあとってもちっちゃいサイズのデータベースではねと。 それからデータのフォーマットも論文の形に皆さんなっていて学術論文というのはフォーマットが決まっています昔から何百年も変わらないスタイルでやってるだからフォーマットチェンジも必要ないし再編も必要ないしまあ出されたものを受け取るだけのサーバーなわけですでそういったサーバーですら受益者負担で運用しているとそれからウィキペディアというのもコスト60億円年間かかっているそうですけれども基本的に毎年寄付を募ってます 使ううう人におお願いいいいいしますという形形ででで寄付をを募っっててて国からお金をもら金もないという形で運営できているわけです。我々がもしもこの自疫者負担の形でやるとすると、まあ、少なくともヘビーユーザーの方に100万円とか200万円とか本当は1,000万円ぐらい出してほしいんですけれども数百万円ぐらいの負担を頼まないとダメだろうなというのが今の t d b j の現状です。 でそれに対して今我々のモデルとかそのオープンアクセスのモデルというのは国民負担になるわけですで。それをするんだったら本当はまずは日本国民の人たちがちゃんと DDBJ が日本にある恩恵を被らないといけないんじゃないかというのが僕の考え方です。でこれは出版と全く同じ 原理になるわけですけれども今の学術出版がどうしてオープンアクセスを衝動するかというとそれはお金になるからです当たり前です皆さんあの営利企業ですからお金が儲かる方に動くわけです。でどうしてお金が儲かるのかというともう大学図書館かからら絞り取れないからです日本の大学図書館は全国でいうとざっくり言って300億円を海外の学術出版に支払っていてで基盤経費がないからこれ以上はもう え払えないとそれで出版社側はじゃあどこから研究費を取るかっていったら研究者個人から取りましょうねっていうことで研究費の方に手をつけたのが OA 出版なわけです OA 出版っていうのはものすごく儲かるからみんなあのたくさんあの宣伝しますし「科学は国民のためだ」みたいな言い方をしますけれども日本にとって英語の論文をそんなにあちこちに書き散らすことが本当に役に立つのかどうかっていうのは考えて皆さんにも考えてもらいたいことだと思います。 DDBG を含め、こういう国民負担のサービスというのは、本当は日本国民に成果を還元するべきであり、そういったモデルというのをこれから本当に真剣に考えていかないといつまでも国民負担の形で運営はできないと考えています。 で特に DBCLS では統合 TV とかさまざまなサービスを日本語で提供していて日本の生命科学者の特に若手の人たちに非常に役に立っていると思うんですけどもこういった動きというのをもう少し加速していかないといつまでも国際化であるとか海外と足並みを揃えなきゃいけないみたいな言い方で科学を進めるのは間違いじゃないかなというのが個人的な意見です。でちょっとここに書いてある映画時間がないので手短に話しますけど「ロレンツのオイル」っていうかなり前の映画なんですけども。 これはロレンツのオイルって ALD っていうその障害を持って生まれちゃった子供が死にかけなのをお医者さんに行っても治らないとだから両親が自分たちの手で治そうって言ってでその、まあ、最終的にはこの子を映画では生き,生きてるところで終わりますけど今はもう亡くなっちゃってるんですけど少なくとも10年以上ですねその障害をあの病気の進行を止めることができたっていう実話に基づく映画なんです。でこのの両親というのは医者があの 手助けしてくれないんだったら自分たちで頑張るって言って大学図書館に通って大学図書館で文献を一生懸命調べてで自分たちでロレンツのオイルっていうそのオイルの配合っていうのを見出していくわけですでこういったアクティビティが今の日本では全くできない 例えばどんなにその難病の人たちが頑張って自分たちで治したいと思っても日本の大学図書館っていうのは一般の人の立ち入りすら禁止しているところがありますし入っても文献っていうのは全部英語ですしそもそも大学職員とか大学の学生以外の人はデジタルライブラリーは使えないっていうのが今のライセンスなんです。実ははははそれを許していいいるのの日本本でで国会図書館だけですからこううった状況というのを本当は 把握して日本全体で日本語で情報を発信するっていうことを協力してやっていかなきゃいけないと考えています。ですから僕はこのオープンサイエンスのあの会ではありますけれども、単純に手放しにオープンアクセスにすればするだけサイエンスが反映するっていう見方には反対ですし、もう少しコストに目を向けてもらいたいと考えています。 それから特に生命科学データに関しても国際化というのももちろん重要ですけれどもそれは前提とした上で日本にその成果をどう発信するかということを今後考えていきたいと思っています以上で終わらせていただきます。